日本、弾頭交換型の新ミサイル開発へ。世界的にも極めて珍しい、対艦巡航ミサイルでは世界初の装備。何これ、日本産、世界初のとんでもない兵器作ろうとしてる？うむ。かなり異質な兵器というか、対艦巡航ミサイルというジャンルでは前例のない兵器を自国で開発するとのことだな。目的はもちろん、沖縄の南西諸島における島嶼防衛用の兵器ということだが、世界的にも珍しいということでインドや韓国、中国などでこの兵器についても報道されており、かなり注目が集まっているような感じだ。他国への抑止力や防衛のための兵器だと思うけど、世界初の装備ともなれば注目の的ですよね。一体どんな兵器となることやら。ただし前例がないだけに各国反応は様々だ。とうとう日本が研究開発に力を入れ始めたか、という肯定的なものもあれば、それどう使うの？と開発をいぶかしがるような声も上がっているほどには先進的な兵器だと言っていい。そうなの？てっきり凄まじい兵器になると思ってたけど、現時点では賛否両論あるってわけね。ということで今回は、日本が世界初の実用化を目指す、弾頭交換型の新型ミサイルと題し、この兵器が一体何なのかについて解説していこう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。この謎の新型ミサイルが世間一般に発表されたのは2023年1月17日、読売新聞の記事が最初だな。この新型ミサイルというのは通常の攻撃用に加え、敵の偵察用と電子妨害用、計3種類の弾頭を交換可能な地対艦巡航ミサイルだという、同記事にはイメージ図も公開されているな。射程はもちろん巡航ミサイルなので 1000km 超えとなっており、同じ発射プラットフォームを使いながら、偵察用、電子妨害用、通常攻撃用と3パターンの使用が可能になるという、なかなか攻めた開発計画だと言える。うおお、一石二鳥どころか、一石三鳥のミサイル。そんなに多様な用途ごとに使い分けって、本当にできるもんなのかしら？さらに図には、移動式の車両から発射されている様子が描かれている。おそらくはこのような移動式の発射車両を沖縄の島々に配置し、それぞれに迫ってくる敵の艦船を対処するようだ。一石三鳥ミサイルを移動式の発射車両から発射するのか。高い機動性で相手を迎え撃つことができそうですね。結構なスーパーミサイルになりそう。ちなみに読売の記事では敵の正体については触れられていなかったが、インドの報道では対中国を意識したものであると触れられていた。まあそうやって感じの報道ではあるな。そのあたりはもはや言わずもがなって感じだよね。ここまで聞いてて、攻撃用のミサイルってのはイメージできるけど、偵察用とか妨害用のミサイルってのも存在しうるの？その役割はドローンとかじゃなくて？確かに偵察用の弾頭というのは珍しいものではある。もちろん日本も接近する敵艦船の偵察用兵器の一つとしては、ドローンなどが想定されているようだ。だが、ドローンというのは低空を低速で移動するものであり、基本的に防空能力が高い艦隊相手では都合が悪かったりする。すぐに撃ち落とされる可能性があるからだ。ということで撃墜されにくい、高速で接近する強行偵察用兵器としてミサイルが検討されたという流れだろう。ふむふむ。確かにドローンでなくミサイルであれば、防空能力の高い兵器への偵察が簡単になりそうですね。そうなるとこのミサイルにも高い飛行性能が求められるとは思いますけど、クリアできるのかな？これについて、具体的には実は防衛省が令和5年度の概算案として2022年12月23日に発表した資料の中に、この偵察用弾頭と思われるものが存在していたりする。これが目標観測弾だ。記事によるとこの偵察用の弾頭には、高性能のカメラを搭載して広範囲の状況が確認できるようになるとのこと。もちろんドローンの数倍ものスピードで飛行することができるので、敵防空網を無理やり突破して観測データを収集することが可能、という算段だ。じゃあ飛行性能も問題なく、カメラもドローンより高性能になるから偵察箇所は網羅できるってことね。偵察用の兵器をミサイルにしようとするとは、ちょっとその発想はなかったわね。うむ。おそらく弾頭なので観測したら観測したで、そのまま撃ち落とすことを想定しているものと思われる。このため高性能なカメラとは言いつつも、一発ごとに回収せずに消費されることを前提とした利用がされるのでは？という印象だ。かなり攻めた設計よね。めちゃくちゃもったいなくないか？
2022年12月26日に公開された令和4年度の事前の事業評価には、目標観測弾の回収については描写が一切ない。そうなると自身の燃料が尽きるか、敵に撃墜されるまで偵察し続けることになるだろう。もし仮に回収できる機体にする場合は、航続距離は往復分求められる。そうすると最大射程で情報を持ち帰ってくるのに、必要な機材を開発する必要も出てくるし、非常に大きな機体となり、さらには高価なものになってしまうと考えられるからな。そうなのね。回収できるようにしても、必ず回収できるってわけでもないから、使い捨てにするつもりで機体の大きさとコストを抑えて、たくさんの目標観測弾を用意した方が、もったいないようで効率的ってことなんですかね。偵察用の弾頭についてを踏まえると、電子妨害用の弾頭も使い捨て前提なんかな？この電子妨害用の弾頭も一緒に開発されることについては、1月17日の発表で明らかとなっただけにほとんどその詳細は不明だが、これは EMP 弾のことではないかと思われる。EMP とは電磁パルスのことだ。細かい仕組みなどまでは正直把握できていないが、この兵器は敵の基地や対象となる艦船まで飛んでいくと、その上空で爆発して電磁パルスを発生させ、これによって敵のセンサーやら情報システムの機能やらを無力化するのだという、相当重要な役割を担うことになりそうな兵器だ。これまた大層なミサイルですね。ガチで現代っぽい兵器。でも偵察、妨害、攻撃がスムーズにできるなら、相手の攻撃を未然に防いだ上で、確実にダメージを与えられるから、随分能力高いミサイルになりますよね。ちなみにこの EMP 弾、2021年時点で一度、部品調達の問題が発生して研究が中止となったものの、その後すぐに別の計画における研究で着手されたと発表されていた。これが連動する話なのかは不明だが、今回の新型ミサイルの電子妨害用の弾頭というのは、おそらくこの EMP 弾が想定していたような運用方法と近いのではないだろうかと思われるな。ふむふむ。仮に今回の新型ミサイルの電子妨害用弾頭がこの EMP 弾だった場合、もし台湾侵攻などが現実となったりしたらかなり有益な弾頭になりそうですよね。ただし EMP 弾については未だ研究中の兵器であり、その用途を聞くと、霊夢の言う通り非常に有用な兵器になりそうではあるものの、具体的に実用化の部分までは見えていないような印象も受けている。具体的に研究開発は進めているものの、実用化までの道のりが遠いのか近いのかも、正直まだよくわからない印象だな。まあ開発中だから謎が多いのは当然でもありますね。今回の3種類の弾頭は独立した兵器ではなく、一つの軍事作戦において連動性があるという意味では、生産コストを下げられるという意味でも効果的なようには思える。まず第一に偵察用弾頭を発射して敵の位置を探り、次に電子妨害用弾頭を発射して反撃能力を除外し、そこでやっと通常弾頭で攻撃するという流れである。防衛の考え方としてはとてもわかりやすい。明らかになってない部分も多く、まだまだ課題がありそうだけど、これが実現できたら、日本は十分な防衛力を持っていると言えるようになるのかもしれないですね。沖縄の南西諸島における運用を目指した改革は急速に進みつつある。次は今後予定されている計画について触れていこう。先ほども南西諸島について少し触れたが、もちろん今回のテーマである新ミサイルの開発も南西諸島の防衛を意図したものであることは明らかだ。以前から触れているように、目下日本の地理的に一番攻撃対象になるのはこの辺りだからである。特に沖縄本島よりも与那国島、石垣島、宮古島の辺り、この辺りは中国が台湾侵攻を具体的に検討する際には、必ずネックになってくるであろう島々だ。中国が台湾侵攻を行う場合はほぼ確実に空母を運用し、台湾東側のフィリピン海海域に進出して、台湾全体を包囲して攻撃するような手法を取るだろう。この際、沖縄の米軍基地から台湾に対してアメリカ軍が援助に来ることになる可能性が極めて高く、彼らの活動領域を制限するためにも台湾付近の島々を抑えた方が、確実に中国軍にとっては勝算が高くなるからだ。そこで沖縄、特に本島からも南西部にある地域は、懸念になっているんでしたよね。そもそも軍事的な視点のみを考えるのであれば、中国軍は台湾に近い日本の島々を抑えるだけではなく、沖縄本島にある米軍基地などもミサイルでがっつり攻撃した方がいいという話だからな。そうすれば台湾侵攻は、中国軍にとって相当有利に進めることができるだろう。やっぱ沖縄本島までも狙われる可能性があるんか。でもそんな時のための今回の新型ミサイルやろ？
開発が進んで島々に配備されればこっちのもんでしょ。この新型ミサイルがあれば必ず安心ってこともないが、実際に台湾侵攻が発生するとして、どこまで中国軍が具体的に行動を起こすかは不明な点も多い。だからこそ、沖縄一帯に配置するミサイルの開発が急速に進んで自衛を図っているという話になっている。2月4日には、琉球新報が石垣島の陸上自衛隊の部隊が3月16日に発足する見立てであることを伝えた。これまで石垣島では、防衛力の増強のための準備が進められてきた。石垣島の自衛隊は570人規模の部隊になるとのこと。これで与那国島や宮古島に続き、石垣島にも自衛隊の部隊は配置されることがほぼ確定したという感じだ。同部隊はミサイル部隊であり、100両近くの車両や地対艦誘導弾が配備されるとのことで、島の防衛力増強は順調に進んでいると言えそうだ。やはりここでもミサイルありきでの部隊配備を計画しているのね。防衛能力だけでなく、反撃能力もどんどん備わってきて、頼もしい部隊になりそうですね。ところがここである種疑惑というか、懸念が伝えられている件についても述べておきたい。え？いきなり不穏な雰囲気？それはちょっと軍事的な話とは変わるのだが、なんと、沖縄最大の無人島と言われる沖縄県島尻郡伊是名村の屋那覇島が、中国系の企業に1100万円程度で購入されたというのだ。主要メディアは報じていないが、これは結構国防上の観点から、由々しき事態なのでは？とネット上では結構話題になっている。この理由は非常に簡単で、極東最大のアメリカの軍事基地、嘉手納基地から約 60km という位置、南西諸島の防衛に関して報道が上がる昨今では、軍事的、地理的には相当重要な位置にある場所だ。マジですか、これ？もしこの屋那覇島に中国軍を招いたりでもされたら、一気にまずい状況になるんやないか？もちろん軍事利用されるかどうかなんて決まったことでは全くないが、中国軍がもしこの島を利用できる状況になるとなれば、これほど儲け物はないというくらいにはいい位置に共闘砲確保できたなという感じである。ただし島の写真を見るに、島周辺は浅瀬になっており、珊瑚礁で囲まれているようだ。なので港や艦船の停泊場所として利用するのは結構難しいだろう。海はダメだとしても、空から来るかもしれないやろ。それについても、ジェット機用の滑走路を作るにしても少々小さいので、軍事的な利用を行う場所としては限界がありそうな気もする。観光地としての利用にとどめるのであればまあ、そういうことなら、この島でできることはリゾート開発くらいかしら？ただし周辺の埋め立てや島全体の大きな土地開発が行えるのであれば、話は変わってくるかもしれない。まあ、この場合は日本の土地規制法に引っかかるようだから簡単にできることではないようだ。この土地規制法などに関しては正直内容を把握していないので、周辺情報は個人的に調べてみようと思う。万が一開発が進んで軍事利用される可能性が上がったとしても、これまで無人島だったことを考えると、軍事利用する可能性は、あまりないのかな？ちなみに購入者の女性は TikTok で購入に関して喜びの声を上げ、不動産の一つとして転売や貸し出しを行ったり、観光地の開発を行いたいと述べているようだ。開発計画がうまく進めば、できるだけ多くの人を島に招待するとコメントを出している。あくまで一企業として運用していくってことですよね。まあなんというか、現在これだけ沖縄周辺の緊張関係が高まっている状況だったとしても、こんなに地理的に重要そうな土地でも、サクッと購入できてしまうところに驚きを感じるわね。南西諸島に兵器を集めるという手法以外にも、様々な視点で防衛のための仕組みを整える必要がありそうな印象だ。有事に繋がらなければ恐れることはないかもしれないが、ことがことだけに、ある程度慎重に懐疑的に対応をしてほしいところ。といったところで今回の解説は以上だ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。